はいお疲れ様です、えー、今回は GoogleIO というイベントで、まあ、発表されてたこのジェミニのキャンバス機能ですね、まあ、これがアップデートしたっていう機能がもう使えるようになってたのでいろいろ試してみましたでその感触とかあとはどんな感じかをね共有させてもらいたいなと思います、はい、で、えー、と基本的にはディープリサーチをした後のこのレポートをどう使っていくかっていうのが、えー、とポイントになります でディープリサーチが終わるといつも通りこんな感じの、まあ、長文テキストでレポートが作成されるんですけどそれが終わった後に右上にこの作成っていうボタンが出てるんですねでこれを押すとウェブページインフォグラフィッククイズ音声概要あとはアプリを作るっていうような、まあ、一応この5つが選べるような状態になっててでそれぞれ選んであげると まあその通りにあの、このレポートを変えてくれるよっていうやつですね。はい。で、クオリティに関しては、結構すごいなと思ってます。で、これが、えっ、ー、と、インフォグラフィックですね。で、あ、ちなみになんですけど、今これ、あの、無料アカウントでやったんですけど、無料アカウントでもいけましたね。はい。で、結構綺麗なインフォグラフィックにしてくれてるんですよ。これはね、なかなかいいなと、はい、感じてます。結構綺麗ですよね。 であとは、こっちがね、アプリですね。あのフラッシュカードのアプリを作らせたんですけど、こんな感じでちゃんとね、動くんですよ。で、次に行くと、これ、症状なん、主な症状は何ですかって言って、で裏側に、まあ、症状が書いてるみたいな、こういうアプリが、あのほんと、結構簡単にできちゃいます。ださっきのこの作成のところに、 あの作成するアプリの説明を入力っていうところにフラッシュカードのアプリって入れただけなんですよ。で、それでこのアプリができたんで、まあ結構いいんじゃないかなと思ってます。で、裏側にコードもあるんで、じゃこれをコピーして、で、あのコードエディターとかに貼り付けて編集するとかで、まあ、もうちょっとクオリティ上げたいなとかもできるんじゃないかなと、はい思います。で、こっちがクイズですね。クイズはこんな感じの4択になってて、で、 入れあの正解すると正解ですってこんな感じになってで次へって進んでで押して不正解だと、まあ、こんな赤で正解こっちですよって結構ね見やすいんですよで今これ10問あるんですけど10問ですねで終わるとあの回答率とか正,あの正解率とかっていうのが出るんですよでもう一回やりますかって言ったらもう一回10問あのほぼ同じ問題ですけどね あのレポートが一緒なんで同じ問題を作ってくれて、まあ、何回も繰り返しやれるよっていう感じですねこれなかなか面白いなと思いましたはいクイズは結構使い道があるような気がしますねはいであの音声概要に関しては作られる音声はノートブック LM のあの音声概要と全く同じですあの男性と女性がこう掛け合いで喋ってるあの何ていうんですか音声要約 が、もうほんと同じものが作られるんですけど、このジェミニ上で作ろうとすると、まあまあエラー起きるんですよね。これ2回連続エラーが起きて、あの、うまく作れなかったんですよ。この辺がちょっとね、不安定だなと、個人的には感じてますね。うまく作れたやつはどれだったかなあ、ちなみにこれが Web ページですね。まあ、個人的には Web ページよりも、 あのインタラクティブページの方が好きだなと思ってはいますね一応こんな感じであのトグルのような形になってて、まあ、しまえるんでただまあインタラクティブページの方がいいなと僕は思ってますねでこれも音声概要を作ろうとしたけどダメだったパターンかなでこっちがまあこれはインタラクティブページですね で音声概要が、あこれだ、これ、音声概要ができたんですよ。こんにちは、さて、今回の深掘りですけども、2位、ね、最低気温、つまり夜の気温の上がり方、こんな感じで、完全にノートブック LM と同じ音声ですね、はい。で、一応ダウンロードもできます。まあ、なので、ちゃんと音声概要が生成されるんであれば、音声概要を作った上で、 まあ、例えばこうやってインタラクティブページ作っといてあの音声聞きながらで可視化された情報を確認しながら勉強していくとかレポート内容を見ていくっていうのとかあとはクイズで答えていくとかっていうのがいいんじゃないかなと思いますね、はい。これは結構使い勝手が良くなったなと思いつつパソコン上で使っていくのがいいのかなと僕自身は今思ってますね。 あのやっぱスマホだとちっちゃいんでうーんまあ両方こうやって並べて使うっていうのがやっぱパソコンの方が使いやすいかなと今は思ってますねはいただこのキャンバス機能の,その使い道として幅が広がったのでこれは結構ね大きなアップデートじゃないかなと思いますねここまで使い勝手のいい感じはやっぱりチャット GPT もクロードもないのでこの辺はやっぱさすが Google さんだなっていう感じがしますねでインフォグラフィックの、ね、クオリティも高いんで、まあ、これをそのまんま、ね、共有することももちろんできるし、えっ、ー、と、これは、あ、インタラクティブページは共有ボタンがないのか。 インフォグラフィックのページにはないですね。まあなんでコード貼り付けてあのコードをコピーしてで普通に Web ページとして公開するみたいな形になっちゃうのかな。はい。まあ、の使い道としては結構ねあるんじゃないかなと思いますね。結構綺麗に作られてるんでいいですね。個人的にはクイズが結構ね面白いなと思っててこれはなかなかいいんじゃないですかね。 音声概要もちゃんと作ってくれれば、まあ、なお良かったなって感じなんですけど、この辺がまだ若干不安定なんで、2回試したけど、2回ともダメでしたもんね、音声概要が。はい。だここぐらいですかね、ちょっと気になった点は。はい。個人的には結構すごいアップデートだなと思うし、まあも、これからねも、もちろんこういうエラーがあるよっていうのは、多分 気づいてると思うので、いろいろユーザーからのフィードバックがあると思うので、改善してくれるんじゃないかなとは思いますが、キャンバス機能の、ね、性能が上がったっていうのは実感できました。はい、という感じですね。まあ、他にもいろいろ試したいことはあるんですけど、ひとまずはちょっと、ね、あの身近なジェミニの,このキャンバス機能の共有をさせていただきました。はい、以上です。